んで展開するかって、これいつまでたってもできないですからね。難しい。中先生も簡単な技ですけど、簡単なほど難しいんじゃないですか。簡単な技やるとすぐ分かっちゃう。みんなに難しい。転換もそうなんですから、いろんな要素が含まれてて、でいつまでやったってもうまくならないんだけど、でもやらないとうまくならない。また転換感が違うでしょ。必ず転換感が違う。それちょっとずつすごい使いですよ。本当に使わはかずじゃないけど、去年より今年の方が使わはかずかなと思います。いろんな要素がいっぱいありますよね。内側に入るんじゃないでしょう。内側最近入ってるんですよ。内側入るとこれこれで蹴りが、これ意識してないと手だけになっちゃう。手に行っちゃったら手にこう僕はやれちゃう。だから内側に入るにはこの手、この足やだよ、来ない、内側に入るで来ないでねって止めなきゃいけない。で止めるときにみんな割とね見てるとこうしてよいしょっとこう下向いて入ってっちゃうんだね。で、彼を居所にして入ってるから。じゃなくて、こう、したら関係ない。自分は関係ないって言ってる。こう、なんていうのかな。自分が自立してないと、相手、こう、やってたらこう、飛車をこう、傾いちゃう。傾けないで、こう、まっすぐに。いてもいなくても関係ない。いてもいなくても関係ない。来ないでね、って言うんだけど、自分はまっすぐ。で、この足とか。意識してる。それから何かこう、こうなんだ。来ないで、ずっといてから何か、こう入れて。バーンってやって、ここ入ってれば、自立してるから、この手を、ギュッてやる人は何バーンって、こう自立してるから、自立してる人はこういう風になっちゃう。ただこうバーンって弓引きみたいな、弓引きみたいな、そういう感じで来てるのがここに入ってきてる。自立してるからほらこれ引っ張ってないんだよ。そういう稽古でちょっとじゃあ内側に入ってまっすぐね、でずっと入ってきて、はい、こうやってやるとかバーンってきたら、バーンってきたらまっすぐ、まっすぐ、この自立するっていうのが目的だから、稽古の目的、技かけの目的じゃない、そういう話。じゃあちょっとやってみましょう。押さなかったらこう押さえる、押さなかったで、持ってるから、持ってるから持たれちゃって、この手首を技が来ないね、そういう感じ。持たなかったら持たないから、そういうふうに考えてないと、技かけに行っちゃうと、技かけに行っちゃうとやられちゃうから、持たれて、やだよ、だから、入ったよ、まっすぐ、こういう話になって、これ、この手とか、この手に行っちゃったら、やられちゃうから。僕はこの体で進まるんですけど、どっちかに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 、自分がだから、相手に降りてくるのか、僕は言ったら、運転してるのか、来ないでね、足であるだろうって言ってくれるのか、だから、どういうこと、自分の優先が一番大事、あ、じゃあ自分の、自分してるわけ。じゃあこう、当てたらこう、下げてこう、連れてこうってなります。ただ下げる、パーンって、パーンって来たら来ないでね。そしたら下げる、そうそう、パーンこうして、打たれて、こっちに繋がらない、結構やる、流れてしまう。
で、僕は今ここに見つけたの、で、こっち入ってきて、全然コカコナ君、手をコレコレしてないの、手はそのまま回したんだ、この手をポンと落としてるだけで、こっち来ると自然って思ってて、こうなってほら、ただ落とすだけよ、手をこうコントロールしてる、なんかコントロールして、コントロールこうにやってないの、隙間のところに入ってきたから、ほら、こうなっちゃった。こういう関係じゃない、手回さなくて、手のことなんか全然僕は考えてない、手をこうやって回さなきゃとか全然考えてなくて、隙間だけ考えてこうふにゃる、自分がまっすぐですよ、で隙間ありましたよ、ずっとこうたまたま手がこうなっちゃった、たまたまだからあんまり手のこと考えない、みんななんか手をこうやってない、この手の隙間によって彼が強いからすごい強い場合はさ、僕はこの後ろにうんと入ってこないとできないんですよね、そうだと思う、落ちないのね、落ちないのね、でだからしょうがなくて自分が自立した状態で隙間を見つけて後方に入ってきた、それで入ってきて来なくなって初めてです、この手をやっつけに行っちゃうとちょっとまずいよね、隙間の方が優先だから、隙間っていうのは当たらない、こう来ない位置まで来てそれから落とす、そっちの方がいいんですよ、手をやっつけに行くのは優先じゃない、自分の安全を最優先だから、それ大事です、で相手が来たい、おこれこっちも入ってみる、例えばさ、お前のことだったらこれうまくこの手、コントロールしようと思ってないから入れるんだけど、最初のうちは入れないんですよ、入れないんだよ、これを落とす、それをやりましょう、ただ単に持たせて手に行ったら絶対無理、これやらせて終わり、だから嫌だな、だけど避けるだけ、逃げるだけ、逃げるって言ったら、逃げる、こっちで、ぐーんと引っ張り込まれてない、こうなっちゃうんだよ、で、こうやる前に、こらえてね、そら下げて、このまま、何もしてないんだ、で、それが普通のこう、バーンと当ててる、こう、で、こう、こう、下げてみると、ずっと下げっぱなし。そういうふうにやる、これやってみようか、まっすぐ投げる、まっすぐ、この線にまっすぐ、自分が先に行ってもらう、足を止めるために足を意識して、足とかこの手意識してこういうふうに取る、自分が先に行った、先に行っちゃう、自分が先に行かないで手だけ行くと、なっちゃう、自分が先に行っちゃう、なるべく近い、こうやってやっちゃうと相手のもんだ、相手に投げない、手でこれを引っ張るんですよ、結構やってると、バレちゃう、みんな、こうやって彼は、やられないように、うばけ、こうなっちゃう、で、ここからまたすぐ変わる、それ大事なの、それ、やらなくて当たり前っていうふうに考えてる、
だから、やれなくて当然。だ当然だと当然、違う対策考えるし。で、やれると思ってると、やれると思ってるのは当然だから、ありかねえやと、ずっとなっちゃうね。で、やられなくて、うまくいかなくて当たり前。そういうの。いつも思ってる。だから、ああ、いかねえやって言ったら、すぐ変わる。うまくいかないですか、ね、先輩だったら、僕、空気とか絶対じゃないから、こうやって言ったら、ぶつかっちゃった。ぶつかったときに、どうやって変わりますかこういう話。で、そしたら手がこう変わってきてさ、こう、またこう、立ちに行くようになるんで、今、待ちも落としたのはすごい難しい。だから、行かなくて当然。行かなくて当然だから。行かなくて当然と思ってないと稽古できない相手の選手たち行かなくて当然と思ったからで変わる稽古ぶつかった時にうまくいかない時にどうやって自分が安定して普通の精神状態で変われるそういう話で今やった稽古やばい感じだあいかねえやこの時にもじゃあ少しこれやってみましょう。あの行かなくて当然です。じゃあ今こうねやってでも近づいて行かないやった時になんか変わったんですね。あのじゃあそのためにはやらないとダメなの。あ行かないと分かったんですね。考えてなくてやったけどじゃあやったけどじゃあやったけどじゃあそこは大事。じゃあやっていっちゃったらそのままいっちゃう。最後なんですよ。で、個人術的な考え方をすると、手が相手とさよならしちゃえばいい。さよならして逃げちゃえばいい。個人術的な。やっつけるしかないんですよ。変なやつから。バイバイしちゃう。だから、切ること考えてもらえない。こうやってギューってこうやってやって、これ切れないと。ずっと戻られちゃうことがある。だから切っちゃうことなんですよ。さよなら、さよなら、さよなら。だからやっつけに行く人はない。で切る練習をやりましょう。ね、こう来てバーン変わりました。さよなら。バーンって来ました。固まっちゃったら切り替えてバイナー。さよなら。で。いつも安定してるんですさよならした後に何だろうあんまり執着しない相手にね来て こう執着してるとやっつけたくなっちゃうんだけどやっつけないんだよやっつけない切れたらさ切れたら切れたら自分が安定しててさごめんなさいだからちょっと気分練習があるんだよねこう持たれたら切れりゃそれでいいんだけど持たれてガッツリ持たれちゃうと引っ張り込まれちゃう引っ張り込まれたとやっていってさよならそういう話じゃあちょっといろいろ相手がいてみたらこれ彼さもう掴んでくるから掴んでくるってことは僕に付き合いなさいよって言ってるのこれ付き合って彼の意図通りやれば付き合えるからお付き合えるじゃあ僕は知らないよってとこ言ってさよならそうにやるのも一つの方法ねやっぱ、こうやって、あそこだったらさ、どうしようかな。ほら、付き合ってきたらやってるって、そういう感じでやってるわけで、その時に、かけてきた。切っちゃった。ああ、もう一回やんなきゃね。あ、取り出すわ。あ、受ける人は。で、そういう、そうすると、簡単に切られちゃうと、お付き合いに、仕事を切ってるのに簡単に切られちゃうと、諦めちゃう。相手はね、切る練習ってすごい大事つけてる稽古をつけてるから、持たざるを得ない状態にしてくることがすごい大事いつでも切れるいつでも切りたくなったら切れる反撃するそういう稽古これすごい大事だと思いますじゃあ、こう切れるよって、切れるよって、こう切れるよって
でも切れる、いつでも切れる。そういうボタンにしといて、それでこうついたままくっついたままもう切れないよ。これもう手離し、もう手離し、手離せる状態で終わった。これ持ってだけ やられちゃうよ。もうこうにね、こう持ってないと次が来ちゃう、次がこういうの来ちゃう、この手が来ちゃうっていう形だから、しょうがなく持ってるっていうふうにして技を投げる。ちょっと相手の形になってきます。で、じゃあそういうことが分かってて、なんか。持ってざらでない。追っかけて、僕の手を追っかけて、あーって寄り所を求めてるから、相手がね、彼が寄り所を求めてきてるんだよ。そういう状態、それを利用してたんだ、俺は。そういうことを少し、どういうふうに言ってるか、分かんないけど、持ってるんだよ。ずっと持ってるんだよ。離してやられちゃう。で、そういう形で、こうね、持ってる。持たせてる。で、こう。じゃあ、絶対いろいろ技ね、内側に入る。こっからこうして、ここに入って、こうして来ないの、内側に入ってくるのはこうバーンと来ないでやったら、こっからだったら切る。